はい、今、沖縄市役所ですね、に書類取りに来ました。市役所とかもね、たまにありますね。なんかね、確認しに来たりとか、あと書類これ出してくださいとかあったりとか、あとは、そうですね、他にもいろいろあります。結構もう、地味な。あっち行って、こっち提出して、みたいな。これ記載して、提出して、みたいなとか。ここ修正してくださいっていうのを直して、とか。あと資料もらってきたりとか、いろいろあるんですけど、まあ、その辺をやっています。そしたら次はドコモショップに行きます。銀天街の方でインターネット光通信を入れるので、まあ、それの手続きっていう感じですね。多分書類を書いて、後日工事っていう形になるかと思います。そしてその後はですね、ちょっと事務所に一旦行って、市場確定申告の書類の記入なんかを手伝いたいなと思いますね。ハイサイは結構各方面にお願いしてる人もいて、外側でね、出てる人じゃないところでさ、デザインとか編集とか、あとはその他諸々お願いしてることがあるので、その辺に支払い、こんだけ支払いましたよっていう感じの支払い調書ってあるんですけど、まあ、その人がフリーランスだったりするんで、そういうものをもとに、あと向こうの方で確定申告を行うっていう感じですね。あそこ今時期的な、3月までかな。で、あります。はい。そうですね。それをちょっと発行してもらって、修正もあったので、修正をして、市長のやつを手伝うっていう感じですね、次は。はい、ドコモショップ着きました。今からちょっと話聞いて、実際に契約していきます。はい、契約してきました。プランがね、5200円のやつですね。今回はネットだけ引いたんで、これかな。これって言ってましたね。5200円で2年契約のものをやりましたという感じでございます。で、工事が、今からだいたい2週間後ぐらいに工事がいるんで、そこの立ち会いだけお願いしますという話でしたね。なんで、そのまでに Wi-Fi ルーターを用意しておいて、無線インターネット、Wi-Fi で利用できるような状況になるかと思います。ちょっと昼飯パーンします、今日。ここはクルトンっていうベーカリーですね。見てこれ。半額って。買ってきました。安かった。安すぎた。だいたい全部が半額で100円以下だったね。6個買ったんだけど、買いすぎ。626円だったんで、まあ、1個100円以下っていう。100円ちょいか。100円ちょいっていう計算ですね。ほら、こういうハンバーガーとか、ナンバーガーとか、ガーリックチーズパンとか。まずは、これをフィレオフィッシュかな。どれ食べようかな。俺迷子ね、全部食えないね、これ。明日の朝飯。626円。いただきまーす。なんで半額なんだろう。なんか、なんだから半額とか書いてなかったけど。これは、ハンバーグですね。パンハンバーグ。パンチーズバーガーハンバーグですね。いただきます。ハンバーグだ。うまい。うまいけど、ボリュームあるから、食えて普通に行こうかもしれない。僕は3個食えそうだけど、普通の人は2個でお腹十分かも。昼飯代200円、まさかの。これ、ポテトマヨパンみたいな感じかな。ポテサラは結構塩コショウもしっかり切って、パンはほんのり甘いんで、ちょうどいい組み合わせですね。しょっぱさと甘さがいい塩梅で入ってます。あそこなんで半額なんだろう。品揃えも結構ありました。普通のパンから、調理パン系、普通のパンもありました。角食はなかったね。調理パンが中心なのかな。あとは甘い系、なんかプリンパンみたいのもあったし、スイーツ系から調理パン、ご飯食べれるやつもあったし、なんで半額なんだろう、あれ。続きまして、ガーリックマヨパンですね。ほのかにガーリックだね。ほんまにガーリックガーリックしてるわけじゃない。ルート零対。もう一旦一度30秒前に選んでね。一平二平デービル。お次わしにそんなよ。
なんかドリンク買ったら当たったんだけど。しかも、しまくてばっちゅう。なんか沖縄の方言の自販機だった。ラッキー。これ買ったんだけど。シームズって、なんかな、おまけみたいな感じ？おまけなのかな？毎回もらえるのかな？わかんないけど。押したら真ん中の列が光って、これまた変えた。すげえ。ラッキー。あれ、次は支払い証書を各所に送りますね。まあ、個人宛が多いんですけど、まあ、それの住所とかを書いて、送付郵便局の方で送ってきます。郵送県内なので、まあ、多分1日2日で届くので、まあ、それを使って送られた方は、まあ、確定申告なりに使うっていう、ここからこんな支払いありましたよみたいな感じのやつですね。あと一応ですね、今、水洗の手洗いをつけるのが来週の木曜日に入ってて、なので、それ以降にチェックしてもらった方がいいかなと思うんですけど。はい。はい。ああ、その時に合わせて、そうですね。天候とかあれば連絡しましょうね。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。銀天街に今、業者さんが入ってもらってるので、それの、ちょっと調整ですね。うん。原点外の、まあ、基本的に自分たちやってるところもあるんですけど、任せてるところもあるので、まあ、その辺の調整とかを僕が一応やっております。中間で。よいしょ。はい、戻ってきました。お持ちに。あとは、なんだ今日は。編集で、いや、洗濯も、洗濯乾燥機回す忘れてた。今が午後の4時半前ですね。かなり日中いろいろやることあったんで、ほぼほぼ何もしてないです何もしてないかなって。今から編集しますね。少し編集自体は今はいろんな人が編集してるので、僕が昔みたいにめっちゃ編集してるわけじゃないんですけど、一応いくつかしてます。別日なんですが、今からダイビングショップに行きます。うん、次の企画で使うものを買います。でそこで海の吉田さんにお願いしますね。僕らあんま専門知識ないんで、その辺のガイドをお願いしますっていう形ですね。で、撮影側のメンバーは結構まあ撮影が忙しいんで、まあ、後ろ側でこうやって買い出しに行ったり、物を買ったりとか注文したりっていうのはまあよくありますね。なんで今吉田さん待ってから合流して、ダイビングショップでいろいろダイビングスーツとかマリンシューズとか森とか、まあ、その辺の一式、シュノーケルとか、その辺を買うことになると思いますね。では買い出しに行ってきます。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。予定したとこ行ったんですけど、ウェットスーツだけね。あ、そうですね。ちょっと売り切れっていうことで、それ以外買ったんですけど、うん、2店舗目に来て、2店舗目那覇まで。すいません、いえいえ、忙しい中来ましたんでよかったです。はい、ありがとうございます。ちなみに何してると思います僕。はい、何してると思います。ハイサイで僕の役割。ああ、役割ですか。はい、ちなみに、カメラマン。カメラマンいないじゃないですか動画見てないですか、ね、そう編集。ああ、編集のイメージが強いですね。あ、そうですね、確か編集と、はい、あとは買い出し。今で言うと。そうですね。ありがとう。はい、最後に森ですね。シーランドさんで買いましたね。これで用具は全部揃ったんで終わりですね。あとは軍手。軍手は事務所にあるんで、それを持ってったら撮影で必要なものは終わり。全部揃いました。吉田さんと昼飯ですね。マーボーです。ボリュームがやばい。大丈夫です、問題ないです。はい、わかりました。とりあえず19日仮スケジュールしておきますね。はい、すいません、ちょっとはい、お手数をおかけしますが、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではお願いします。失礼します。はい、撮影の終わったんですけど、追加素材取らないといけなくて、それの調整の電話ですね。今で来週になりました。来週日程を追ってまた連絡するってことで今終わりました。仮予定で今入れます。僕らは一応スケジュールはタイムツリーっていうアプリを使ってほぼ管理してますね。誰がどこに配置されてるのかとか、何時からなのかとか、何が必要なのか、メモとかを使ったり写真貼ったりとかでいろんなものを管理してるって感じですね。
オッケー。で、ちょっと荷物、不在票がいっぱい入ってたんで、それを今から取りに行きます、郵便局に。なんかいっぱいあった。5個ぐらい、5、6個。お米つつね、めっちゃ重いつつね、あれ。もしかしたら、バレンタインが近いから、バレンタインのかもしれませんね。はい。多分、開封するんじゃないかな、動画で。だから、何か来たかはお楽しみにという、ハイサイ側の動画で楽しんでください。いやいっぱい。ありがたいことっすね、これ。ずらーっと。こっちにもあって、こっちにもある。見えないけど、ある。